まあこんなものだろう。当然。まあこんな。レベルアップだ。あれ、こんなところで認め。終わったか。終わったね。まさか機械仕掛けとは。もしかしてあの新総統もそうなのかしら。そうなの？さあな。少なくとも私に双子の兄弟などいない。それにしても凄まじいわね。同じ偽物でも今までには。デイタ幽霊。違うから多分。結局覗いてたってわけね。なかなか興味深い観察対象だったからね。さっきの話だが、私が偽物を作ったのは単なる遊びだ。本気を出せば当然あの程度ではないさ。とはいえそこの彼のような再現性にはそこまでする必要性も感じないがね。博士ができないと認めるほどの技術、それって一体。どうやらあなたがかの十三工房の統括者エフノバルティス博士のようだな。これはこれは自己紹介が遅れたね。ミクラウヘビ第六中にして十三工房を任されているエフノバルティス、リューファス元総督。黄昏の時に直接お会いできなかったこと残念に思っていたよ。数々の技術支援。なんだかヤバいやつとヤバそうな話をしてるな。なあちゃん思うにあまり関わらない方が人生楽し。その認識で大体合ってるわ。しかしこれも奇妙な因縁だね。今回はあちらのルーファス・アルバレアに協力することにな。まさかと思うけど博士、今回のクロスベルにおける数々、あなたが裏で糸を引いていたのかしら。それこそまさかだよ。私はあくまで協力者、ちょっとした技術提供をしただけさ。まあ私の協力がなくとも結果は同じだっただろうがね。あくまでいくつかの過程を省略させたに過ぎ。その協力は結社の計画の一環と考えていいのかね。いやいや、それも誤解さ。結社のクロスベルト帝国における目的は総国の終わりに伴ってほぼ達せられた。今回の私の行動はあくまで個人的な興味から来るもの。あの方レンが言えたことではないけれど、博士って本当に自由ね。欲望に忠実と言うべきかしら。私もまさかアストラルコードを逆解析されてそれをもとに私のところまでたどり着かれるとは思わなかったからね。あのコード、そんなことが。こんな面白い観察対象見逃すわけがないだろう。だから協力したのさ。特等席で観察するため。つまりノバルティス博士、
今回の一連の事件においてあなたは真相党側についているが、積極的に私たちに敵対するつもりはない。そう思って構わないかな。ああ、その通りさ。過度な干渉は観測結果を歪ませかねないからね。それを聞いて安心した。ねえ博士、そんなに面白いなら。いいとも、私もあんなに興奮したのは久しぶりだ。あれはいわば特異点のようなもので、いや正確にはその先の。おおっと、いかんいかん、つい喋りすぎてしまうところだったが、これ以上はサービスが良すぎというものだろう。あら残念。私はそろそろ失礼させてもらう。そうそう、君たちが探しているものはこの奥にあるはずだ。留守にしている和菓子の代わりにこの工房を管理した者として。それ勝手にこんな無茶苦茶な改造をしてよく言う。それでは君たちの活躍を期待しているよ。この奥ね。さあ行こうか。なんだかここ知ってるような気がする。記憶の断片か何かか。うん、覚えていないけど知っている、そんな感じ。それはあなたがここで作られていたからかもしれない。ラーちゃん誕生の場所か。データが残っているとすればこれだろうね。見たこともない機械ばかりだな。これはさすがに操作方法が。大丈夫よ、そのあたりはレンがやるわ。データがちゃんと残っていれば復元できるはずよ。あとは決心はついたかね。うん、大丈夫。ルーバスがきっと私を見つけてくれるから。ああ、さあ準備して。となると次の目的地は決まったな。
23キコットオールズ7組の職今しがた監視塔から緊急連絡突如共和国軍基地からか、シバルさん。新旧7組に試練も
一足遅かったようだな。ミルディーヌ様から出立前に頼まれてな。ヴァンダール中佐にも連絡してバルクルーサを。何、キュートを離れられん。私はあくまでついでだが、状況を見る限り。やれやれ、軍がまたも結社の人形兵器を使うなんてね。せい！それにしては今まで影も形も気配がなかったようですが。結社のマシナリーと同型のシリーズなのは確かなようだが、一応気には留めておこう。今は探索を進めるぞ。そろそろ屋上に到着するはずだ。さて、果たして何が待っていてくれるのやら。ここで果てるお前たちが知る意味は風の大地に散るがいい。トールズ7組。
八王が多い。しかと見るがいい。